You're listening to Shibuya Cross FM。皆さんこんばんは。時刻は5時を指し始まりました。爆裂よしの爆裂トーク、イエイ。はい、この番組は毎月第4水曜日の5時からの50分間生放送で渋谷にあります渋谷クロス FM より爆裂女子がお届けしているトーク番組です。私たち爆裂女子は最強で最強暴れまくりパンクロックをコンセプトとしたアイドルグループです。ライブになかなか来れない方やまだ爆裂女子を知らない方にもこの番組をきっかけにたくさんの方に知っていただけたら嬉しいです。本日は渋谷クロス FM を視聴してくださっている皆さんと私たち、そして、観覧に、ね、来てくれてる皆さんと、そして私たち4人で50分間爆裂な楽しい時間を過ごしていきましょうということで、早速自己紹介をしていきたいと思います。じゃあロアちゃんからお願いします。はい、爆裂女子のロアです。怖すぎる怖すぎる今日いつもと違くないですか。今日はちょっと田舎のヤンキーテイストで、田舎のヤンキーが確かに、なんかあれだね、前の花壇のさ服の色と一緒だね。服じゃない、花壇の花の色と一緒だね。服可愛い感じだけど、そうちょっといかつい感じでね、今日はお願いします。お願いします。若ちゃん。はい、僕は女子の若です。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、後半寝起きか、もしかして寝起きだ。はい、お願いします。そして、はい、りんちゃん。はい、りんちゃまです。よろしくお願いします。お願いします、はい、今日はカラフルですね、皆さん。本当だよね、めちゃめちゃカラフル。うちもね、ロアちゃんとオサロの色を着てこようと思ったんですけど、なんか今日は青な気分でこれにしました。はい、頭はピンクですの赤青鉛筆みたいな。確かにはい、お願いします。はい、そして、はい、いつでもどこでもニコニコゆらスマイル担当のゆらぴこです。はい、なんか今日はね、打ち合わせしてないんですけど、こういうあの、ね、色がカラフル、見事にあれなんですよ。やっぱ暖かくなってきたから、やっぱそう、そういう、ね、原色みたいな、そう春な感じです。若ちゃんは黒かな。若はね、黒しかない、黒か、安定のね、黒だけど、あ、すいません、他のね、メンバーもなんかちょっと原色みたいな感じで、ちょっとね、いつもと違う爆裂女子をね、お届けしていきたいと思います。はい、はい、この番組は現在渋谷クロス FM のホームページで生放送でスタジオの様子が配信されています。携帯やパソコンでご覧の方にも爆裂女子が元気になってもらえるような50分間にするので、最後までお楽しみに。お楽しみに。そしてツイッターでハッシュタグ爆裂女子の爆裂トークをつけてツイートすると、爆裂女子のメンバーがいいねしに行っちゃうので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、あの、まあ、ちょっと今緊急事態宣言中のね、まだ解除されていない、まあ、あの中でね、まあ、観覧来てくれてる方もいるんですが今日はちょっとね、あの暖かいからね、まだね、観覧しやすいね感じなので、みんなやっぱ M なのかな、ね、はい、なんかさ雨とか風とか強い日にめっちゃ人いるじゃん。寒い方が好きかな。今からでもね、この視聴してくれてる皆さんもね、渋谷の近くにいる方、ぜひぜひ、あの無料で5時50分までね、無料で観覧できますので、ね、ぜひ、あの、あ、まあね、無理のないようにね、あの無理せずで来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、まあ、3月7日までが緊急事態宣言なんですかね、うん、まあ、そんな中で私たちはね、まあ、3月6日に恵比寿リキッドルームというところでね、ワンマンライブを控えております。皆さんチケットはゲットしてくれましたか。カメラの向こうの人も持ってますか。持ってますか、まあ、はい、もうね、あの リキッドルームのワンマンライブまであと10日ということなので、怖、はい、もう10日しかないんですよ。やばい、数字にしたらやばいね、はい、10日って。だから一人ずつね、ちょっとなんか意気込みとかなんかちょっと教えてもらえたらいいなと思います。じゃあ誰から行く。じゃあ、りんちゃん。りんちゃん、これちょっと痛そう、痛そうだから。いや、長くなっちゃう。長くならない、長くならない。いや、なんか、いや、10日しかない。もう毎日毎日、本当にちょっともうね、あの焦りがやばくて、
アスリート、まあ、エビスリキッドルームでワンマンするんですけど、3月6日に、はい、3月6日に、はい、あ、外の人に言ってます、はい、なんて言うんだろうなんかやっぱこの状況だからこそ来れないっていう人もいっぱいいるんですけど、でもやっぱりなんか売れてるグループはこんな状況でも関係なく満員のライブ、まあそれはもうディスタンス保っての、ね、あれはあるんですけど、まあ埋まってるのを見るとやっぱり私たちはまだまだたくさんの人にもっともっと知ってもらわないとダメだって改めて感じさせられる日々ですね。この10日でどうもこうもなるわけでもないんですけど、はい、もっともっとリキッドを超えてもリキッドで満足するんじゃなく、そのリキッドをまたリベンジ、もっとその時はこういう緊急事態宣言とかももうなくなってて、世界がまたね前みたいにライブができる世の中になった上でのライブが行えたらいいなって思いますのでね、はい、私たちはリキッドに爪痕残していきますのでよろしくお願いします。ちょっと何言ってか分かんない、いやもうでも結構ちゃんと言ってまして爪痕を、ね、残さないとやっぱりね、まあ、せっかくやるからにはね、うん、あのちゃんとみんなの印象に残るライブをしなきゃいけないと思うので、うん、とてもいいことを言ってたと思います。立つだけなんかね、お金払えば台立て立てますよ。そうですねあ、そうだよね、はい、お金払えばね立てるから、まあ、それだからこそね、まあ、ちゃんとやっぱお金をねみんなと一緒にまあチェキとか取ってくれたお金で自分たちは立つことができるからね、まあ、やっぱり無駄にはね君たちのおかげでもあるんですけど、したくはないですねバカちゃんはどうですか、楽しみます。大丈夫かこれは大丈夫かもしれないなんかあのどうです、緊張とかしてるないな、緊張ない、緊張ないな、やばいだろないでも当日緊張しちゃうよ、緊張しちゃう、そう、ね、だから当日わーって楽しむ、とにかく楽しむ、とにかく楽しむ、うん、終わり恵比寿のなんかありますか、思い出は。ないな恵比寿の思い出リキッドも行くの初めてなので楽しみです。あ、そっか、リキッド行くの初めて、そう、撮影以外で初めてだから、ライブをしたことない、爆裂ではないよね、多分、うん、そうだよね、じゃあ楽しみます、はい、楽しみましょう、だからみんなでワイワイしましょう、しましょう、ソーシャルディスタンス起きてますかね3月6日爆裂女子恵比寿リキッドルームでワンマンライブします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いしますロアちゃんはどうですか、はい、もうこのリキッドルームっていうのが決まってから、前回のラジオでももう1ヶ月前とかだったのにまだ全然実感がないって感じだったんですけど、さすがに10日前となると結構実感が湧いてきてですね、もう1回1回のライブとかあの練習とかにおいてももうなんだろう、もっとここをリキッドまでによくしなきゃとか、なんか合わせていかなきゃとか、もう自分自身のこともあるし、グループ全体で見たときもうまだまだそのリキッドまでに詰めていきたい部分がめちゃめちゃあるんで、まあ当日までにはねもう絶対完璧な爆裂女子を見せられるようにしたいと思うので、絶対に当日は見に来てください、はい、よろしくお願いします、お願いします、爆裂女子です、期待するしかないですね、これは、はい、3月6日恵比寿リキッドルームでワンマンライブしますので、毎回観覧の、ね、はい、あのパンクロックアイドルです、皆さん覚えて帰ってください、爆裂女子です、はい、視聴してくれてる皆さんもねお願いします、はい、まあ、私はですね、まあ、恵比寿リキッドルームまであと10日しかないということで、10日って多分人によっては長く感じる人もいると思うんですけど、例えば小さい時さ遠足とかさあったじゃん、あれをさあと3日で遠足だっていうさ、あの3日間ってさ長いじゃん、すごい感じるじゃん、でも私たちにとってはすごい今もう長くなくて10日そうあっという間に感じるぐらい、本当1日1日が本当大事で、やっぱりもう前のようなライブできなくなってしまったかもしれないし、まあ、それで今来てくれてるみんなだったり見てくれてるね皆さんが爆裂女子のライブやっぱ前のライブの方が楽しかったなって思う人も中にはいるかもしれないんですけど、私たちは今が一番楽しいライブを全力で毎回毎回やってるんですよ、だからそのねライブをねこのリキッドルームでは最大限のライブを見せることが絶対にできる自信があるので、このライブを見逃したら後悔します、なのでもうこの観覧来てくれてる皆さんも、そして視聴してくれてる皆さんも絶対にね誰一人
残らず置いてかないので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。いいライブにします。絶対に。はい、もうね、あと10日しかないので、 E プラスで早いうちにね取っといた方が、前日になるとね取れなくなっちゃうね。当日券のが高いから。そう、当日券はね、なんと1000円アップします。アップしてるから。はい、前日で。ちょっと安い。でかいね、1000円はね。前売りはでかい。そう、前売りチケットはね3500円でゲットできるんですけど、当日は4500円。プラスでドリンク代かかっちゃうから。そう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 。だからね、もう早いうちにね、やっぱりチケットゲットして、うん、それを楽しみにね、待っていてくれたら嬉しいなと思いますので、はい、皆さん、はい、ぜひ E プラスでチケットゲットしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、私たちはね、まだまだ気持ちを一つにしていかなければならないと思うので、ここで次のコーナーに行きましょう。爆裂維新伝心ゲーム、イエーイ。はい、爆裂維新伝心ゲームとは、何々といえばというお題から連想できるものを書き、みんなで答え合わせるというゲームです。本日お題を出すメンバーは、ドゥルーすごい、ドゥルーちゃんりんちゃんです。はい、お願いします。ちゃまさん、はい、はい、今日はどんなものがありますかね。いやなんかわかんない、これ簡単かもしれない。なんかあんまり思いつかなくて、結構やりすぎてるじゃんこのネタだからなんかもう結構出しまくっちゃってるから、話題がねあんまりあれなんですけど、はい、まあ爆裂女子といえば、まあ、東京のアイドルではあるんですけど、東京でも、まあ、どこを中心のアイドルかっていうのを皆さんに考えてほしい。まあこれは多分どこ、あ、うん、どこ系というか、バクの拠点地。あ、バクの拠点地。あの、ホワイトノートどうしたの？あ、これはあのメモして、こっちはネタね。あの、なんて言ったらいいんですかね、これ伝わる？なんかさ、あの爆裂女子の、例えばキラキラ系アイドルは秋葉原の萌え系みたいな感じじゃん。爆裂女子といえば、まあなんだろうな、まあライブしてるところも、まあ、あるいっぱいある場所はあるんですけど、まあ、主にね、まあ、あんまり秋葉原とかないじゃないですか。ないね。はい、まあでもなんか多分、まあ、爆裂女子 の、まあその拠点というか、そういう多分分かった地域は多分みんな、これは多分メンバーはみんな分かるっていうか、え、拠点だけじゃない？拠点だけというか、うん、まあ、まあ、うん、なんていうの、爆裂 女子はといえばどこ系の、漢字書けない、どこ系のどこ系のアイドルというか、どこから出てるというか、分かりました。まあ出身じゃないけどね、東京でもどこの出身というか、ご当地的な感じってこと？ご当地的な、まあなんか、うん、ご当地的な感じじゃない。そう、多分メンバーだったら多分絶対分かると思 う、ね、だってもうこれはいつも、やばいじゃん、これ分かんなかった、分かんなかった、あなたいつもどこにいるのっていう、え、怖いじゃない。まあそうだね、よくまあ出てるっていうのもあるし、まあこれは、まあ、いる、ワンマンもね、よく多分わかりました。大ヒントしてる。みんなも考えてみてください。みんなもわかるんじゃないかな、やっぱね、やっぱ爆裂女子のいろいろねあると思いますけど、やっぱ思い浮かぶのは多分ここなんじゃないかというのは、はい、ここなんではないでしょうか。ちょっと皆さんの回答が揃うのをお待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちされてますけど、はい、カメラの皆さんも、できました、できました。多分知ってる人は知ってるんじゃない？みんなできたんじゃない？うん、あんま、うん、多分、まあ、まあこれだろうなって感じの、はい、え、これ揃ってなかったらやばいよね。だからこれ揃ってなかったら、あの、結構、どうしよう、あの、これ違ったら誰爆裂女子だったのか君はっていう、ちょっと謎な感じ。じゃあ多分これだと思う。じゃあそんな、じゃあゆらぴこさんから、じゃあ私からいきますね。はい、発表していきましょう。はい、じゃん、何、歌舞伎町のパンクロック系。ああ、そういう感じか。やばい、何系って書いてないかも。まあでも、まあこれも丸でしょう。そうだね、丸、これも丸、まさにって感じ。まあこれ今さ、初めて見た人はなんで歌舞伎町って思うかもしれないんですよ。なんか大丈夫みたいな、変な仕事してないみたいな、これはあの思ったんですけど、合ってます、私が丸をつけます。お、え、はい、もう言っちゃうの正解。まあ大体合ってる。でも、あの爆裂女子はね、
あの歌舞伎町にね事務所があるんですよね、はい、そうなんです、うんうん、まあそこからね、うんうん、みんなの通販を発送したりとかしてるんですけど、まあ歌舞伎町でやっぱり生まれたアイドルだと思うので、はい、はい、これにしました、はい、みんなが揃っていることを願っております違うんでしょうか、まあ、これは、うん、怖いです、はい、じゃあ、あの、怖い、わかちゃん、わか、え、怖い怖い怖い、あ、まあでも、まあでもね、合ってますわね待って待って、そう、合ってるって鳥みたいの何ゴジラらしい、あ、ゴジラ鳥かと思った、しかもさ、さっきさ、漢字書けないって言ってたけどさ、これのこと新宿が書けない、ちょっと怪しいな、これつながってる、つながってるね、これ漢字の先生だったらバーチつけられる、確かに、まあ、新宿、まあまあまあ、アジラビルがあるから、ちょっと似てる、これ間違って正解じゃない、いや、もうこの大丈夫、もううち合ってるって言ってるから、あ、じゃあロアさん合ってるって言ってるだって、はい、うちももうめっちゃざっくり、あ、新宿、あ、そういう感じでよかったんだ、はい、新宿か、パンクロック系だね、何系って言われたらパンクロック系だね、パンクロックアイドル、はい、パンクロックアイドルなんで新宿、もちろんもう新宿で す, そうです、ね、新宿、シンプルに、はい、でもこれもさっきから合ってるって言ってるんですけど、うん、はい、爆裂女子はやばい、ちょっと新宿です、一番シンプルできた、深掘りしちゃったじゃんもうこれあ、これちょっと字しか書いてないあれでもゆらちゃん以外は結構お気に入ってるよね、なんかもう、あわ、なんだろう、うん、もう当てたいみたいになってるけど、本当にここまでちゃんと当てれたらマジで心通じ合ってるかもしれない、良かったです、みんななんか当たってて、やっぱ渋谷かなっていう人もいるかなって思ったんですけど、なんで、ね、なんか渋谷でもライブしてるから、今日もね、渋谷だしね、はい、だから渋谷が拠点かなっていうね、ラ、まあ、ラウドっていうイメージもあるかもしれないんで、うんうん、そういうのもあるかなって思ったんですけど、メンバー全員やっぱ新宿区を ね、拠点というか新宿系の出身というのを知っていて良かったと思います。まあ、深く言えばね、歌舞伎町アイドルかもしれない、うん、歌舞伎イメージが良くない、と良くないんですか、ね、歌舞伎町のイメージをうちらに塗り替えるしかないかもしれない、まあ、でもさ、私たちのグループが歌舞伎町のイメージを良くできればいいなと、そうですね、治安を良くしていけるパンクロックアイドルと、ね、だって爆裂女子のライブしてたらさ、怖いって言ってみんなさ、あの、ちゃんと帰るかもしれないじゃん、あの、ね、歌舞伎町の事務所まで行くときキャッチのお兄さんとかよくいるんですけど、本当に、ね、なんか話しかけてくるじゃないですか、あの、ライブなんでって言ったらお疲れ様ですって言って、多分いつか爆裂女子っていう多分名前が知られてる、きっと何も言わなくてもお疲れ様ですって言われるくらいに有名になるかも、顔パスできるぐらい頑張らないとあ、お疲れ様ですって言ってとりあえず宣伝しときますよね、はい、なので、まあ、皆さんもね、キャッチのお兄さんとか捕まっちゃったりした時はね、あの、これから爆裂女子のライブに行くんでって、ね、おすすめすることをおすすめしてきます、逃げられると思うので、はい、でも兼ねてそうすると多分、あ、こいつはダメだって多分思われる、ダメだどういうこと、はい、ということで、まあちょっとね、私だけちょっと歌舞伎町書いちゃったんですけど、深く書いちゃったんですけど、はい、みんな新宿ということで、はい、新宿嫌いだったんだけどな、ありがとうございます、はい、次回もね、楽しみに、みんなもね、以心伝心していかなきゃいけないと思うので、観覧してくれてるみんなも、視聴してくれてるみんなも一緒にね、次から答えてみてください、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで、ここで曲を聴いていただきたいと思います、はい、最低ヘロマンス聞いてくださいどうぞ。Now
希望よりも素手で現実の胸ぐらい掴みかかる美術館この時代に生まれた僕らはまともなけだものだもの議論武装よりも自問自答テレスからずれる僕を軽蔑しろ共感するな変態ども正解分な限界なんだろう数で勝つだけの正義主張だ聞きいただいたのは爆裂女子で最底辺ロマンスでした。それでは次のコーナーに行ってみましょう。爆裂女子の今月の爆裂トーク。イエーイ。キレが今日あれだな。ちょっとキレ悪いな今日。はい。はい。この今月のね、この爆裂トークの説明いいですか？涙が出ちゃう。大丈夫ですか？はい、このコーナーは月替わりに爆裂女子のメンバーが爆裂なトークを繰り広げていくコーナーです。今日は誰がトークしてくれるのでしょうか？いや、あのさ、りんちゃんのさ、この紙のさ、裏にさ、あのこれさっき書いたじゃないですか。これ書いたせいでなんか見えづらくなってるんですよ。あのセリフのね、ところが多分だから読みづらかったんだろうなと思います。はい、誰がトークしてくれるんですか？誰ダン、私です。ロアちゃんですね。はい、ロアちゃん。自分でドラムロールをしておいて。すごい、どうです？Tシャツ着てますね、今日。何を聞かせてくれるんですか？はい、最近ハマってることについて話そうと思って。ハマってること。今日は、はい、ちょっと最近ハマってることがあるんですよ。はい、何ですか、それ。まあ、分かった。絶対ね、え、動物の森でしょ？バターアイス。違う、違う。バターアイスは昨日食った、確かに。え、動物の森でしょ？動物の森は結構前からまあずっと好きなんだけど。うちも知ってるよ。何だと思う？え、公園にピカのなんかメロンパン食べに行く。あー、パン食べに行くやつ。どこでパン食べる？パン買って。まあまあまあ、確かにそれもあるんだよね。全部まあ正解って正解なんですけど、最近私はちょっと腹筋を鍛えることにハマってまして。ハマってるのね。そうなんですよ。プロテイン飲んでるもんね。そう、プロテイン飲んでる。ビービルの人みたいな。うちのおじいちゃんを紹介してあげるよ。紹介してほしい。ゆらちゃんのおじいちゃん、あ、ボディービルなんですよ。紹介してあげるしかない。まあ、そうなんですけど、結構お客さんにも最近なんか腹筋すごいな、鍛えられてきたねみたいな言ってくれる方が結構いるんですよね。気づいてくださっているんですけど、まあ、なんで腹筋鍛えようかなって思ったかというと、うんうん、まあ、最初は単純にいろんななんかライブ、自分のライブの時の写真とか見て痩せてって思ったことから始まったんですよ。痩せたいから腹筋なんだ。痩せたいなと思ってまずお腹を、まあまあ、でも痩せるってなるとなんかやっぱ一番手っ取り早い痩せる方法って、まあ、食べないと か、 なんか食事制限とかっていうのが多かったりするじゃないですか。まあ、単純にもう食べないとすぐ体重って落ちるし、でもなんかそれってちょっと不健康だなと思って。不健康です。健康的に痩せるにはなんだろう、どうしよう、どうしたらいいのかなって考えた時に、自分プロレスが好きなんで女子プロレスラーとかをよく見てたんですよ。そしたらみんな腕とかすごい人いるよね。そう、すごい鍛えられてめっちゃかっこいいの、ムキってなってるんですけど、お腹は結構腹筋で引き締まってキュッてなってる人が多くて、あ、筋肉つけたらええんやと思って鍛え始めるようになりました。はい、そんななんか大変なことは全然やってないんですけど、まあ、単純に本当腹筋の回数増やしたりとか、
なんか簡単なことしかやってなくて、まあ、昔からその運動部だったこととかがないんで運動経験がゼロなんですよ。もう帰宅部と軽音楽部みたいな感じで。あ、そっか。そうなんですよね。その運動経験がゼロなんで、運動経験がゼロの人がちょっと腹筋するとめっちゃすぐ痩せるんですよっていうのが、そう今出てます。だからなんかその元のなんだろう、もともと運動してきたことがなかったから今一番多分ちょっと運動してるってだけで出てるんで、ちょっと今後もっと突き詰めて女子プロレスラーみたいになってくんで、ちょっと見ててください。ガタイいい人いるよとかだったら、ね、やばくない、ここモリモリみたいななっちゃってたら。爆裂にもね、あの未だかつてマッチョキャラはいなかったと思うんで、確かに目指してみようかなと。マッチョになってたら、まあ、一人マッチョマッチョっていうか、なんか、うん、ボスみたいなのがいたけどマッチョ、そうだね、いろんな意味で強いキャラもいたと思うんですけどね。やめなさいよ。やめなさい。見てくれてるかもしれないから。後でしばかれる。やばいやばいやばい。しばかれるよ。はい。まあじゃ あどんなあれがあれですか。あの腹筋の方法とかなんかあるんですか。おすすめ腹筋方法みたいな。まあ単純にその腹筋こう起き上がるやつとかもしてるんですけど、腹筋だけじゃなくてストレッチをちゃんとするのが結構大事なんですよ。あーガーって腹筋運動した後にこうなんか寝そべって反り背になってめっちゃここを伸ばす。じゃあ俺か、爆裂でさ、うちが教えたやつやってくれてるってこと？結構それもやってる。え、すごい。なんかゆらちゃんがレッスンの時にそのレッスン前に30分とかちゃんと時間取れる時は1時間ぐらいあの運動をねやってくるんですよ。準備運動みたいな感じで大事だからね。なんかそれもね結構なんか自分の中でやっぱ運動してきたことがなかったから、結構それもあこういうことをしたらちゃんと筋肉がつくというかすごいやってくれてたんですね。スタイルが良くなるんだなと思って思い出しながらやってます。すごい。一年中プロテイン飲んでプロテインねよく飲んでるから。メンバーにも見られてみんなもよかったらじゃあプロテインを飲んでストレッチと筋トレだけじゃなくて筋トレとストレッチでした日はプロテイン、これが大事。筋肉バカの人がいるマッチョ、マッチョ女子とか解明しちゃったらやばい。怖もしかしたらいつかマッチョ女子に爆裂女子からマッチョ女子に解明する日もあるかもしれませんので頑張ります。楽しみにしててください。はい、ということで爆裂トークありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでここでね次の曲を聴いていただきたいと思います。はい、この話題の後にこんな綺麗な曲の曲振りをするのまああえてだよね。あえて面白いんですけど、いつもあえて。はい、こちら聴いてください。ミラクルストーリーどうぞ。
はい、それでは次のコーナお聞きいただいたのは爆裂女子でミラクルストーリーでした。それでは次のコーナーに行ってみましょう。爆裂女子の爆裂相談室はい、イエーイ。このコーナーは視聴者さんのお悩みや質問を爆裂女子が爆裂に解決しちゃうコーナーです。事前に募集したお便りが届いているので、それでは読んでみましょう。読んでみましょう、はい、はい。まあね、なんでこうなったかというと、今ね、まあ、ちょっと元気が、観覧来てくれてるみんなもなんか元気なさそうなのと、そう、疲れてそうなのと、視聴してくれてる皆さんもねきっと多分まあ、週の真ん中でね疲れてる方いっぱいいると思うので、元気をね出してもらえたらいいねっていう話をしてたらこうなりました。下げ出しちゃったね元気が、はい、最後までね元気いっぱいのね爆裂女子をお届けするんで、最後まで皆さん見てください。お願いします。はい、じゃあ読みますね、はい、来てるお便りの方お願いします、はい、ラジオネーム春よ来い、あるよの方、はい、爆裂女子の皆様、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。両方やってくれるんですね。YouTuber みたいな。最近は暖かい日もあったりで、春が近づいてきてますが、春といえば入学式や卒業式の季節ですね。皆様に入学式、卒業式で思い出に残るエピソードなどあれば、お聞きしたいです。これからも応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。入学式、卒業式、どっちでもいいんじゃない、どうです、なんか待て誰でもいいです。こういう思い出がありそうなんだよな、はい、なんかいや、なんかいろいろあるな何、いや、なんか入学式、入学式、いや、入学式あんまり記憶ないな卒業式は、なんだろう、なんか中学生の頃に、卒業式の頃に、なんか、好きだった子に第二ボタンをもらいました。おー、学ラン、そうなんですよね、学ランが男子学ランで、女子はなんかよくわかんない、なんかジャンパースカートみたいなダッサい制服だったんですけど、そうですね、なんか第二ボタンをくださって、急に、お、急に、あ、やるよみたいな言われて、なんだこいつと思って、まあとりあえずもらっとくかっていうのがありましたね。でも好きだった子からもらったんでしょ、ね、すごくない、めっちゃ嬉しいよ、はい、それだけど、わしはあの何、思春期だから、あ、そうみたいな、ふんみたいな、ツンデレ系ね、ツンデレ系ね。で、なんか結構その名字とかのなんかあれもあるんですよ、名札もあって、それも一緒にもらって、でそれは結構女子も男子女子からももらったんですよ、なぜに、なんか名札の交換みたいな、あった、あった、ないないない、うち中学で交換のためにみんなもう卒業式の前になったら10個ぐらいガーって買ってたもん、そう、ガーもらって、そう、それはなんか女の子にもたくさんもらって、うん、なんかうちって持ってたのかなって、ちょっとニヤニヤした思い出がございます。でもすごいね、はい、あるんだね、ほんと第二ボタンとかそういうの、あーね、びっくりびっくり、どんどんですわびっくりびっくり、どんどん、でもさ、やっぱさ、こう、そういう人はさ、こう、モテる人はさ、やっぱ全部取られるよね、あー、そうだね、全部なくなって、でも第二ボタンもらったのはうちだから、イエーイって、その子何もないんですけどはい、とりあえずなんかそう、良かったなっていう記憶がありました。めっちゃモテてんじゃん、なんかもう全部売り切らしたいから、もらってもらってってやつはいたけどね、あー、逆にそういうやつだったのかな、ちょっとそれはそれでちょっと悲しいけど、でも第二は絶対本命だね、好きって思っていたやつだったみんなもあげたかもしれないね、そういう昔とか言っちゃったもん、あ、昔数年前だよね、やっぱキュンキュンするエピソードがいいかなって、いいね、ないんですか、いいね、皆さん、そういう青春なんかあった、卒業式とか、あるな、キュンキュンするやつはある、一個何、え、ちょっと待って待って出てないわ、ない問題ですね、出てないわ、なんで中学校の卒業式なんか引きこもってて行かなくて、そう、そっからガチなやつだ、そうなんだよね、だからね、聞いちゃってよかったかな、そう出てないからね、ないんだよね、出てなかった、けど
宅配で卒業証書くれる。宅配でくれるんや。ね、くれたんだね。取りに来なさいとかじゃないんだ。言われたんだけど取りに行かなくて、なんかあだからかそう宅配で送られて困っちゃうよ向こうも。先生優しいね。なんかさ中学校とかはさ義務教育だからさ、うん、なんか意地でも取りに来させようとかしてきそうじゃん。うんうん、なんか送ってくれるのは優しい。優しいね。ね、家から徒歩5分なのに先生さ届けに来そう、ね、怖っ道歩いてたら会うでしょもう、うん、確かに、ね、あそれでもちょっと行きたくなかったんだその時はそう今になって行ってけばよかったなとか思わない思わないよまあ送ってくれるんやったらな学校がねさそうだねこっちから出向かなくても、うん、入学式とかはじゃあもう全然小え覚えてない。うん覚えてないんだよね。そっか中学も中学も。そっか覚えてないのか。そう幼稚園の頃は逆にね覚えてる。え何幼稚園？なんかね不思議の国のアリス踊った記憶。入学式え不思議の国のアリスを踊るってどういうこと？歌があってその歌をなんか卒園式で歌った。あ卒園式、そうそうそう、記憶はある。すごい覚えてないな、そんなのすごい、うん、逆に幼稚園の入園とか全然記憶がない、ね、そうだよね。ゴアちゃんはどうです？じゃあなんか自分の卒業式じゃないんですけど、うん、高校生の時2個上の先輩のことが大好きで、うんうん、でその2個上の先輩が卒業するときにその先輩がいつも通学で使ってたなんかすごい可愛いリュック使ったんですよなんかオレンジ色のリュックだったんですけどリュック使ってて、まあ、それをなんか、まあ、冗談交じりにこれ卒業したらちょうだいよみたいな言ってたんですよ。だからなんかあいいよって言ってたんですけど、まあ、結局卒業式の日になって終わって、まあ、もらえなかったんですよ結局。でもらえなかったなって思いながら、うん、と先輩卒業しちゃったなっていうこのダブルショックで結構落ち込みながらこう帰ろうと思って、まあ、自転車通学だったんですけどチャリ置き行ったら自転車のカゴの中にそのリュックがボンって入ってて、ってなってその日一日中泣きました。っていう思い出がある。それちゃんと使ったの？使った。卒業するまで3年生まで使ったからね。高校3年間それ使いました。すごいね愛だね。ね。いやなんもなかったけどね。大体なんもなく終わる。大体なんもなく終わるから。なんかそういうさなんか中学生とかそういう時のエピソードちょっと甘酸っぱくていい。思い出したい。エラピカさんはないんですか？私はですね、なんだろうあんまりそんな面白い話じゃないかもしれないんですけどなんかまあ仲いいね、あ、かなまる、かなまると一緒に、まあ、卒業式の話なんですけど、私とかなまるだけママアーティストやってる子がいて、その 今では分かった、分かった卒業式の時に、まあ、2人だけね、ティアラをつけたんですよ、ティアラで、他の人はさちゃんとさ、制服着てちゃんとスカートもね、ちゃんとなんか長さ、長い長手でそうやってるのに、私とかなまるはティアラをつけてこうやっていて、スターが親が後ろから見えるじゃないですか。で、私たちで、かなまるのお母さんと私のお母さんが、私たちの娘はちょっと頭がどうなるっていう話をしてたらしくて、でそれで私とかなまるだけ二人このティアラキラキラ光った状態。本当に二人しかつけてる？本当につける、本当につける。すごいな。なんでつけたのか分からなかったんですけど、確か今考えると。でも卒業式につけてて、先生とか何も言わなかったから、すごいなんだろう、いい先生だったんだなっていう。ね、確かに普通はね注意されると思うけど、外さないと出るなぐらい言われるよね多分私とかの丸だけティアラつけてお姫様みたいな感じやりたかったのか分かんないんですけど、そうっていうね、なんか変な思い出はありますね。強いな。でもそれはでもなんか面白かったかも結構。確かになんかそういうなんか結構好き勝手やらせてくれる高校だったから、あんまそういうこと言っちゃいけないなスカートの長さとかも今は学んだという学びましたね。スカートの長さめっちゃもうこんなだよ、やばこんなでもうパンツ見える見えないみたいな。でもさダンス部の人めっちゃスカート短かった、ね、ダンス部だったんですけど、みんなどれだけ短くできるか勝負みたいな。絶対さあれだよ、階段でさ男子とかさあ見えてる、あジャージ入ってた下にジャージ入った。よくうち女子でも見るもん。あの子ちょっと見えてるよね。やばいな。そうでも結構ね面白い。卒業式とかやっぱ残るよね。残る。卒業式は、まあ、ね面白いね。うん、
そうだね、まあ、おもろいな、ね、でも、まあ、いろんな、ね、あの人がいると思うので皆さんも、皆さんはでもちゃんとね思い出してください。怒られないように入学式卒業式は、ね、お客さんの世代の人たちって結構なんかピリピリしてそう、すごい突っ張りとかいそう、なんか確かになんだろう、ビーバップハイスクールの人みたいな、卒業式にめっちゃ刺繍さ、ね、学ランにバー入れてきてさ、なんかリーゼントみたいな人とかもいそう、短冠にして、確かに、そうだね。だってうちの中学ですらいたもん、短冠にしてボンタン履いてた、マンジこんな色の学ランで来てるやついたもん、卒業式の時だけ、何それみたいな、チャリンコにパフパフと三段シートつけてる先輩いた、怖い、チャリンそれこいでんの、やばいよあの人、まあ、みん な, な, な、ね、まあ、これから卒業式とか入学式とか迎える人はねちゃんとあのいい、ね、思い出に残る、ねね、あの式にしてください、永遠と話されると思う、はい、春よこいさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、それでは次 の, あのお便りをお願いします。はい、ラジオネーム赤い青春さん、おお、どこかで聞いたことありますね、パクってるじゃん名前ありがとうございます、はい、爆裂女子の皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、いよいよ来週は恵比寿リキッドルームでワンマンライブですね、いやもうほんと怖いんだって来週って言えるんだもん、ね、そこでメンバーの皆さんからリキッドルームへの気持ちが聞きたいなと思いお便りを送らせていただきました。当日は参加するのでとても楽しみにしています、してくれるんだ、ありがとうございます、参加誰、はい、とても厳しい状況でのワンマンライブは不安なこともたくさんあると思いますが、はい、頑張ってくださいね、とのことです、ありがとうございます、ありがとうございます。さっきね少しねリキッドルームへの意気込み話しちゃったから、まあ、ちょっと2回目になっちゃうかもしれないんですけど、うん、でもまあね大事なことはねやっぱ2回ね言うことが必要だと思うので、しつこいくらい、じゃあ1人ずつ、うちやだよもう、じゃあ若ちゃんから来週か来週来週だね、再来週、再来週か、うん、あれ、いや来週か、来週か、来週末だね、もう来週か、うん、やばい、10日後より来週っていう言い方するとやばいね結構ね、もう怖い、怖い、でどうですか、今言ってた、ちょっと最近ねあの頭がね働かないの、モンスターの飲みすぎや、飲みすぎ溶けてると思う、ちょっと溶けてきてるからごめんなさい、本当に気をつけて、一言でいいよ、もうなんか本当にお一言で、もうすごいねえ、ねえ、はい、ねえ、楽しみやばい、もう頭がやばかった、それまでにモンスターは禁止ということで、3月6日はすごいことが言えるかもしれないのでね、ヤバちゃんは、はい、楽しみにしてて、楽しみじゃあロちゃん、はい、なもう全部さっきの若さんのでちょっとポン飛んでたけど、ちゃった、まあ楽しむこともみんなに楽しんでもらうことももう大前提というかもう本当当たり前って感じで思ってて、そうですね、まあそのためには自分が何ができるかとかを、あと本当に10日間しかないですけど、もうちょっとでも多くちょっとでも突き詰めていけるように本当これからは動いていくんで、はい、皆さんも3月6日までどうか健康にも本当に気をつけて油断せずに、健康マジで怖いな、ちょっと自分も体調を崩したりしたらどうしようとか、ちょっと気をつけないと、だからもうそういうことにも気をつけていこうと思いますので、皆さん一緒に楽しみましょうね、当日はお願いします、お願いします、はい、じゃあどうする、はい、いいですよ、はい、りんちゃん、やっぱり10日もう何回も言ってるんですけど、もう泣いても笑っても絶対もうこの日は来てしまうので悔いのなく、そして、爆裂みんなと、やっぱまあ制限あってあれかもしれないけど、その中でなんか楽しめる爆裂女子のライブをするから、ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします、お願いします、はい、お願いします、はい、私はですね、まあ、やっぱり、まあ、みんなが言うように本当に残り少ししかなくて、10日って、本当にあっという間に来てしまう、もう1日1日が大事な日になってくるので、私たちは私たちで、リキッドルームに向けて1日を大事に、できることを全力で頑張っていくし、みんなはみんなで毎日大事にね、10日後一生懸命生きて、それで元気にね会えるのを楽しみにしているので、この日は赤い青春っていうことで、まあ、みんなにとっての
赤い青春にもなればいいなって思うし、私たちにとってはもう本当に、まあ、いろんな意味でね、まあ、このタイトルが決まった時はまあちょっと今とは違う体制だったんですけど、まあなんだろう、この赤い青春を迎えるまでやっぱりいろんなことがあったけど、そのいろんなことがなかったら今の私たちがいないと思ってるので、この日は本当にいいライブにします。ぜひ E プラスでチケットゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、時間があっという間になってしまったので、ここで告知コーナーに行きたいと思います。はい、まず私たちはですね、ベースオンラインショップというところ、あ、ところとサイト、通販で、いろんなグッズを販売しております。あ、持ってきてくれましたね、このね、今はね、この一押しのこのバーストが、バーストじゃない爆裂ウサギ T シャツですね。はい、サイズは S、M、L、XL、XXL まであって、あの赤い青春、はい、その3月6日リキッド記念の T シャツなんですけど、後ろにね、はい、ワンマンに着てきたい方はぜひ通販で早めに頼んでいただくと、ワンマンに間に合うように発送はするので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。そしてね、やっぱこの T シャツをね持ってるとね、多分3月6日リキッドルームに来たっていうことだと思うし、多分レアになると思うんですよ、そのうち。そうです ね、そのレアになる T シャツにするので、絶対、まあ、来れなくても買ってね、あ、はい、俺行ったんだっていうことにしてもいいしそうだね、まあ、まあ来てほしい、ね、まあ来てほしいけど、やっぱ遠い方とかね、そうだね、来れない人もいるけどね、ぜひ他にもねグッズ売ってるので、今あこの前ねもう締め切っちゃったんですけど、コーチジャケットとトートバッグもねこのデザインになってめちゃめちゃかっこいいので、まあ頑張って3月6日までにお届けできるようにちょっと頑張ってるので、今準備中なので、はい、皆さんお待ちくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今週末27日28日ははい、27は六本木バリットにてライブで、28日は渋谷ラッシュにてライブがございます。詳細の方はツイッターとかをチェックしてください。まあ、出る人もねすごい激アツなんで、豪華、ちょっと見てください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、もうね、もう何度も言うんですけど、2021年3月6日土曜日、赤い青春は恵比寿リキッドルームで、5時30分から開催いたします。皆さん E プラスでチケットをゲット してください。カウントダウン動画もね拡散よろしくお願いします。お願いします、お願いします、はい、ということで今日は爆裂よしの爆裂トークをご覧して、観覧来てくれてた皆さん、そして視聴してくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。この画面に向かってみんな10日後リキッドルームで待ってるよ。会おうね。ありがとうございました。